村上市庄内町の家の軒先に次々と吊るされていくのは地元名物塩引き鮭です。冬の風物詩越後村上鮭塩引き街道が明日始まるのを前に、今日地元の人たちが準備を進めていました。今作業に合流したのがこの塩引き鮭を作った地元の中学生たちです。自分たちが作った塩引き鮭を地元の大工さんに次々と手渡しています。村上市は伝統文化を地元の小中学生に学んでもらおうと毎年塩引き鮭作り体験を行っています。今年は市内6校でおよそ100本の塩引き鮭を仕込み、今日は代表の中学生4人が最後の作業を手伝いました。自分たちが作った鮭がここに飾られていて、いろんな人に見てもらうのがとても光栄です。これからもどんどん後につないでいけるといいと思います。鮭塩引き街道は明日から来月20日まで行われます。